皆さんこんにちは、赤ペソ先生です。皆さんは100円ショップの商品買いますか？私はですね、100円ショップの商品をたくさんレビューしている関係でたくさんの商品を買っています。まあダイソーであったりセリア、キャンドゥ、いろんなところでね。でそれで、買ってくるんですが、実は動画を撮影して公開していないものがたくさんあります。しばらくね、3ヶ月ぐらい動画を投稿してない時期がありますけれども、その間何をやっていたかっていうと、実はね、動画自体は撮っているんですけれども、撮った後に実際に使ってみてどうだったかっていうのを検証してる時に、あ、これダメだなっていうのが結構あって、それを考えると結局投稿できないわけですよ。そういった中でね、これはダメだろうっていうのが3つほどあります。それを今回は紹介したいと思います。ね、すごい悪口だらけの動画になりますけど、ご了承ください。はい、ということでね、まず第3位から。第3位、こちら、ちょっと透明で映りにくいんだけど、ダイソーのスリムボトルというものです。こういうね、ちょっと変わった形のペットボトルというかね、プラスチックのボトルですね。これね、お店で売られている時に私欲しいなと思って何回か見たんですよ。見てけど、やっぱ使わないだろうなと思って買わなかったんです。で、じゃあなんでここにあるのかっていうと、うちの奥様が買ってきてくれたんですよね。で、これなぜ使わないかっていう話なんですけども、まあいいところと悪いところ一応言おうかな。いいところはね、とにかくかっこいい。で、ブログなんかでもね、書いてる人がいるんですけども、スリムなボトルだから、これ冷蔵庫に入れてドレッシングを入れたりしてる人がいるんですよ。これに入れてね、収納するとほらすっきり片付くじゃないですか。なので入れてる人もいます。ただ基本はこれ多分水筒の扱いだと思うんですよ。 350ml なんて。ただ悪いところとしては、水筒として使うには、まあ見れば分かるけど保温は当然効きませんよね。保温が効かないということは、これ冷たいものは入れられないんです。冷たいものも入れられないし、温かいものも入れられない。冷たいものを入れると当然結露するから、例えばこれをバッグに入れる場合は、こう周りをね、タオルとか手ぬぐいとかで包まないといけない。じゃないと周りのものが濡れてしまいます。熱いものはね、これ耐熱温度が60度までだから、まあそもそも熱いものに耐えられないということは、常温のお茶とか水を入れないといけないんですけども、ここからが次の問題ですよね。これどうやって洗うの？ここね、まず指がもうそもそも入らないんですよ。ね、だからこれ入れたはいいけど、どうやって洗うんだよっていう話なんですよ。だからこれにね、ドレッシング入れてる人いるけど、絶対この辺り、この角とかね、汚れが残るじゃんと思うんですよね。このスリムなボトルっていうの自体はね、すごく発想はいいと思うんですよ。最近ね、スリムなお弁当、 A3 や A4 サイズのお弁当箱、バッグの中に立てて入れられる弁当箱を売られているんですけれども、そういう考えでね、こういう薄いボトルであればバッグに入れても邪魔にならないっていうことはあるんですけども、ただ入れられるものが洗えないと考えると、水ぐらいしか入れられないと。で、水しか入れられないんだったら、私としてはクリスタルカイザーのペットボトルを買った方がいいんじゃないかなと思うんですよ。あれまとめ買いすると40円ぐらいで買えますからね。しかも柔らかいボトルだから、潰して入れればこうバッグでも邪魔にならないんでね。そんなわけでね、これ使ってないです。はい、これ3位。続いて第2位。第2位はダイソーで売られていた洗濯洗剤の詰め替えボトル、四角いものと丸いもの。本当はね、この四角いものに統一しようと思ったんですけれども、動画撮るためにはね、やはり丸いものもあるよっていう説明をしたかったので、一応両方買いました。で、四角に私は洗濯洗剤、丸に柔軟剤を入れています。でね、これもうかっこいいんですよ。大体ね、今回の動画で失敗したって言ってるのは全部かっこいいです。良かったところはね、スタイリッシュ、見ての通りおしゃれでいいんですよ。これで統一感持たせればね、棚に並べた時が結構やっぱりおしゃれになるんですけれども、いまいちなのはね、やっぱりここにちょっとね、2杯って書いてるんでしょ。これね、いまいちなのはこれ洗剤のキャップが小さいの。だから洗剤って結構ね、あまり気にされない方も多いかもしれないんですけど、洗剤意外と入れてるんですよ。これの倍ぐらいは入れてるはず。だからね、2杯って書いてあるけど、詰
詰め替えた洗剤が本当にこれで2杯で合ってるのかっていうのもまた微妙なところなんですよ。本当はね、これもっと入れなきゃいけないかも。3杯とかよね、実際に入れる分を考えると、だから詰め替えるものによって洗剤の量が、入れる量が変わってくるんで、ちょっと微妙だなと。しかも一度の洗濯で1回で入れれば済むものがね、3回とかね、2回とか3回入れなければいけないっていうのはやっぱちょっとめんどくさい。確かにね、洗剤のボトルはねちょっと統一感がないんですけど、キャップがちょっといまいち。結局ね、今、これを使ってないのは他の洗剤使い始めたっていう理由もあるんですけどね、これはまた別の動画で話したいと思います。私の理想としてはこのボトルがねもうちょっと低くて、こう全体的にちょっと大きめのボトルになって、でキャップがもう一回りぐらい大きければ使いやすかったんじゃないかなと思います。ということで、これ第2位でした、使ってないものね。そして、第1位はこれ。これセリアで購入したんですけれども、ラップホルダー、ラップって食品用のラップをねこうやって入れるものです。まあこれもね、まあ見ての通りかっこいいでしょ台所の中でスタイリッシュにしたいなっていう意識もありまして、あとね、うちラップを買う時って 100m 巻きのちょっと長いやつを買うんですよ、割と。そうするとね、濡れた手で触ったりすると箱がもうよれてきて、最後うまく切れなくなったりするんで、こういうラップホルダーがあれば中身だけ変えて長く使い続けることが、ね、できるんじゃないかって思って買いました。ところがですよ、ところがこれはね、3つぐらい悪いところがある。1つ目はね、そもそも切れない。普通にギザギザなんですけど、これね、これがね切れないんです。これ引っ張り出すでしょ、めっちゃ引っ張っても切れない。で最後はね、引きちぎるみたいな感じね。ちなみにこれ詰め替える前の同じラップです。これこう来て、普通ですよね、こうあってほしいわけですよ。こうじゃなきゃいけないんですけど、ね、こう引っ張りゃ切れるっていうものが正解のはずが、こうちょっと分かりづらいかもしれないけど、めっちゃ引っ張ってるんですよ、じゃないと切れない。そうするとラップにこうかけたい時にうまく切れないんですよ、ね、ちょっと問題。それと最近のラップってこうここね、こう飛び出し防止の爪がありますよね。これがあることによってラップが飛び出さないんですけれども、これそういうのないからね、当然まあこれ形の問題でもあるんですけど、そういうのがないので出すときにやたらとこうラップがね浮き上がってくる。それを浮き上がらないようにするためにはこうちょっとギリギリのラインで攻めないといけないんです、こう開け方をね。そうすると今度そこでここが問題になってくるんです、このちょっと飛び出してるのが。これ多分飛び出し防止なんじゃないかなと思うんですけど、これに引っかかるんですよ。そうするとここが分かるかな、ちょっとねこの辺りに破れちゃってる。こういう風に引っかかって破れるっていう問題が出てきます。これね、もうちょっとねどうかしてほしいな。それならもういっそこの部分は金属でよかったんじゃないかなと思うんですよね。無印良品あたりもあるらしいんで、そっちを買った方がいいのかもしれないですね。ということで、今回は100円ショップで買って失敗したもの3つ紹介いたしました。まあこれは買わない方がいいですよと思います、私はね。個人的な意見ですって最後につけておかないとこ。私はこれはあんまりおすすめしない。買ってゴミになるかもしれないから。皆さんは100円ショップの商品買って失敗したことってありますか？コメント欄にお聞かせいただければ幸いです。ということで、今回の動画はここまで。それでは皆さん。